東京ディズニーランドのウエスタンランド。ここのカントリーミュージックが俺の心を落ち着かせてくれる。歩いてるだけで気持ちがいい。ここのクマバンドの演奏最高なんだよな。後ろ髪引かれる。で引かれる髪の毛なかったな。時代の流れもあってここのファストパス発見所も来なくなったな。紙のファストパス懐かしい。よーし、久しぶりに腕試しといきますかな。おいおい、ビッグゼブ、今日も居眠りかい？俺の射的の腕に驚いてビールをぶちまけんな。おっと、いい構え、お手並み拝見。この子やるな。さあ、じゃあ次は俺の番だ。これぐらいで勘弁してやるか。酒場で人暴れしたらなんだか腹が減った。よし、今日はあの店に行こう。ノールック隠れミッキー。どれ、これがメニューか。なるほど。おにぎりサンド一つ。はい、セットと単品があります。あ、単品で。はい。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。隠れミッキー、なんだか得した気分だね。いただきます。このおにぎりサンド、俺の胃袋との相性は出るか京都出るか。これはいきなり大吉だ。うまい。このパンパンに詰まった牛カルビとごま油香るこの小松菜のシャッキリとしたアクセントが相まって、噛めば噛むほどに食欲が加速していくようだ。この子はさっきの。カメラでしっかり撮ってからやるな。じゃあ俺も。
そう、ここでこれを食わないのは野暮。それにしても美味しそうに食べてるな。お、一流のガンマンにだけ与えられる称号。いかんいかん、心を乱されるな。集中だ、集中。したことが新メニューを逃すとは。美味しそうだな。いや、俺にはフロンティアスピリッツが足りなかったということなのか。俺にはまだこいつが残っている。うん、うまい、うまい。胃袋にうまさが染み渡る。傷ついたガンマンの心まで癒されるぜ。うん、満足とはこのことだ。ごちそうさまでした。あれ、いつの間に。あの凄腕ガールは。いやー、今日は2つの意味で乾杯だ。